寒い。やっぱり冬は寒い。エアコンつけて部屋温めよう。寒い。ミミカさん、寒いとエアコンは欠かせませんよね。特に冬場はどうしても電気のご使用量が多くなり、電気代もかさみがちですよね。そこで私たちにも簡単にできる節電があるんですよ。今回はちょっとした工夫でできて、しかも電気代の節約にもつながる節電の方法についてご紹介します。設定温度は25度、スイッチオン。ちょっと待った、ミミカさん。まずはこのグラフを見てください。一般的に冬場のご家庭で電気の使用量が多いのはエアコン、照明、冷蔵庫、テレビといった順番になっています。電気をたくさん使っている家電製品に焦点を当てて取り組むことが効果的な節電のポイントです。では冬場に最も電気を使うと言われているエアコンからチェックしていきましょう。一般的に設定温度は20度が目安と言われていますが、無理せずまずはいつもの設定温度から2度ほど下げてみましょう。暖かい空気は部屋の天井付近にたまりやすいので、エアコンの風向きを下向きにすることで効率的に部屋全体を温めることができます。またエアコンは使い始めに最も電力を消費するため、つけたり消したりを繰り返すと効率が悪くなってしまう場合もあります。この他にも厚手のカーテンをすることで暖房効果が高まりますよ。エアコンだけでもこんなに節電術があるんですね。さあ、そしてこうやって服をもう一枚重ね着しておくと、いつもより少し室温を下げても快適に過ごせますよね。それも効果的ですね。ミミカさん、節電術に関心が出てきましたね。次はとっても簡単な節電術をお教えします。お願いします。まずは照明器具。使わない照明はこまめに消灯しましょう。家族が各部屋で別々で過ごすよりも、リビングなどに集まって団らんを楽しむことも節電につながりますね。続いてテレビ。明るさや音量をいつもより少し抑えめに設定したり、寝る前や外出時には主電源を切ることで待機電力の削減にもつながります。その他にも炊飯器はご飯を炊いた後4時間以上保温するならスイッチを切り、食べる前にレンジで温めた方がお得になりますし、温水洗浄便座なら使用後に必ず蓋を閉めることや温度を低めに設定することも効果的ですよ。いかがでしたか、ミミカさん。小さなことの積み重ねが上手な節電につながります。環境にも家計にも優しい無理のない節電快適ライフを今日から始めてみませんか。はい、今日から実行します。とっても簡単でお財布にも優しいですからね。